皆さんこんにちは。アイズインワンダーランドのアリスです。ユキです。本日はキャラローラを作っていきたいと思います。ローラ学習委員会ですね。はい、いつもローラの動画は迷走気味なのですが、本日はきっちりと評価項目を決めて検討していきたいと思います。ローラ学習はいろいろなパラメーターが多すぎて、何に的を絞ったらよいか分かりにくいのですね。そうなんですよ。そこで本日は基本に戻って、まずは画像の選び方と準備の方法、2つ目はスタンドアローン版のデータセットタグエディターでキャプションの作成方法を確認します。画像枚数による学習の違い、ステップ数による学習の違い、リムとアルファによる学習の違いを比較していきたいと思います。かなりたくさんの学習をすることになりますね。そうですね。ローラ学習は毎回ある程度時間がかかるので、ご自身での比較は大変だと思います。マシンパワーを使ってたくさん比較したので、この動画を見て参考にしていただけたらと思います。ではまず画像の選び方について検証していきたいと思います。本日のお題は、今放送中の人気アニメ無職転生よりフィッツさんを採用しました。第2期のメインキャラの一人ですね。そうです。サングラスやエルフ耳など特徴が多いので比較しやすいと考えました。最初は呪術廻戦の五条悟さんにしようと思ったのですが、男性は人気が出ないと思ってやめました。視聴者さんはほとんど男の人ですからね。そうです。 96% が男性視聴者ですね。本日もインターネット上から画像をお借りしました。今回は10枚の画像で学習したいと思います。たった10枚で大丈夫ですか？あまり良くない画像も含めてたくさん選ぶよりは、ある程度顔と体の角度をカバーしている画像があれば十分だと考えました。画像を選んだ選考基準は、全身の前と横がある画像、そしていろいろな角度からの顔がある画像、ある程度の解像度が見込める画像の3点です。例えば7番と8番の画像は全身の縦と横で、10番は正面の顔、4番は真横から、2番は少し上から、あとは斜め前からで少しずつ角度が違うものです。周りに映っている人物や背景は消去するので気にしていません。まずいろいろなところで情報を集めたところ、ローラ学習を効率的にするために有効な2つのこととして、背景を白にすることと画像サイズを 756×756 にすることが挙げられます。どちらも自分で比較検討できているわけではありませんが、この2つは採用していきたいと思います。フォトショップで新規で 756×756 サイズの画像を作り、それぞれの画像を取り込みます。オブジェクト選択ツールでフィッツさんを選択して、レイヤーマスクでマスクします。必要があれば手作業を加えます。そして余計な背景や人物を削除します。必要な場合は画像を拡大変形して画像サイズに合うようにしています。それでできた画像がこちらになります。さらに今回はその画像を水平回転させたり、大きさや角度を変えることで20枚の画像に増やしたセットも用意しました。この2つのセットで全く同じ学習をして、後ほど効果を比較していきたいと思います。次にタグをつけていきたいと思います。以前は独自のプログラムで行っていたのですが、やはり皆様と情報を共有するためにデータセットタグエディターを使うようにしています。使ってみるととても便利なことが分かりました。ステーブルディフュージョンウェブ UI のバージョンに影響を受けないように、今回はスタンドアローン版をインストールして使用しています。インストールは簡単です。方法を紹介しておきます。インターネットでデータセットタグエディターを検索すると、としあきさんのステーブルディフュージョンウェブ UI データセットタグエディターのページがヒットすると思います。このページにはデータセットタグエディターの使い方が日本語で詳しく書いてありますので参考にしてください。日本語ありがたいですね。ページの中にスタンドアロン版はこちらですという場所があるのでクリックしましょう。そうすると GitHub のコードのページに飛びますので、コードをクリック、プルダウンウィンドウから URL をコピーしてください。次にフォルダを作成してください。私はいつものように C ドライブ直下にデータセットタグエディタースタンドアローンというフォルダを作成しました。この空のフォルダを開きましょう。アドレスバーに CMD と入力してエンター、コマンドプロンプトを開いてください。そこに Git クローンと入力し、半角スペースを空けてから先ほどコピーした URL を貼り付けてください。そしてエンター。
先ほどのフォルダ内にデータセットタグエディタースタンドアローンというフォルダができていますので、フォルダを開いてください。フォルダ名が全く同じでしたね。ややこしいけど続けていきましょう。その中のインストールバッチファイルをダブルクリックして起動してください。拡張子の表示がない人は表示のところからファイル拡張子にチェックを入れてくださいね。しばらくしたらインストールが完了するので、先ほどのフォルダの中のローンチユーザーバッチファイルをダブルクリックしてください。コマンドプロンプトに表示された URL をコントロールを押しながらクリックすると、データセットタグエディターのウェブ UI が立ち上がります。コントロールプラスクリックでダメな場合は URL をコピーしてインターネットのアドレスバーに貼り付けてください。それではデータセットタグエディターを使っていきましょう。まず画像の入っているフォルダのパスをデータセットディレクトリーのところに貼り付けましょう。ダブルクォーテーションは消去してくださいね。次にユーズインテロゲーターキャプションですが、上書きする場合はオーバーライト、キャプションがない場合のみキャプションをつけるなら if empty、 編集前のものを残したいならプリペンドかアペンドを選択してください。私はオーバーライトを選択しています。次にインテロゲーターズから好きなインテロゲーターを選択してください。私は WDV14bit タガー V2 を選択しました。もし必要があればインテロゲーターセッティングスのタブを開いてタグ付けの域値などを変更してください。準備ができたらロードボタンを押してください。フォルダ内の画像が読み込まれタグが表示されます。この段階ではまだタグファイルはできていません。次にいらないタグをまとめて消去するためにバッチエディットキャプションを選択、その中からリムーブを選択してください。背景を白にしているのでタグのほとんどは人物の描写に関連するものばかりです。背景を白にしているとタグの数もかなり少ないですね。ここにすべてのキャプションファイルに入っているタグが表示されます。この中で消去したいタグにチェックを入れていきます。フリークエンシーを選択するとキャプションの出現回数順に並べることもできます。消去するタグにどんどんチェックを入れていきます。ほとんど人物の描写のタグですね。そうですね、ほとんどのタグを消す必要性がありそうですね。チェックが終わったらリムーブセレクティッドタグズをクリックします。今回は人物の見た目すべてを学習させますので、結局ホワイトバックグラウンドとシンプルバックグラウンドしか残りませんでした。今回は学習したい領域をカバーする可能性のあるプロンプトはすべて排除しました。次に人物の描写を関連させるタグ、トリガーワードを追加します。サーチ&リプレイスを選択してください。その中のエディットタグの項目につけたいワードを記入します。今回はフィッツにします。そしてその下のプリペンドアディショナルタグズにチェックを入れます。プリペンドは前に付け足すという意味ですね。そしてアプライチェンジーズトゥフィルタードイメージーズをクリックすると、すべてのキャプションにフィッツが追加されます。エディットキャプションオブセレクテッドイメージを選択して1枚の画像を選択すると、それぞれの画像のタグが確認できますよ。一番最初にフィッツが入っていることが確認できましたね。準備ができたらセーブオールチェンジーズをクリックします。そうするとすべての画像にキャプションがつきます。とても便利ですね。一度使い方を覚えるとキャプションをつける作業がとても楽になりますね。では準備が整いましたのでローラ学習をしていきましょう。いつものように高野 SSGUI を使用します。新しいバージョンのものにアップデートしてください。高野 SSGUI のインストールやアップデート方法はこの動画を確認してください。モデルやフォルダの入れ方などの基本的なことも以前の私のローラの動画を参考にしてくださいね。最初の評価項目はステップ数による学習の違いです。ステップ数による比較を画像10枚のセットと20枚に増やしたセットでそれぞれ行います。次に10枚セットと20枚セットの学習の違いを見ます。画像枚数×繰り返し回数を500に統一することで同じエポック数が同じステップ数になるようにしています。10枚のセットは繰り返し回数が50で、20枚のセットが繰り返し回数が25回ということですね。そうです。学習のパラメーターですが、同じ条件で比較できるようにトレーニングのシード値を1000に固定しています。そして
作成されたローラを用いて生成する画像のシード値も同じで比較します。アニメ系なのでトレーニングのクリップスキップを2にするのですが、新しいバージョンの荒野 GUI ではアドバンストの項目の場所がパラメーターページの上部に移動していますので、そちらからアドバンストに入ってクリップスキップを変更してください。画像サイズを 756×756 にしていますので、マックスレゾリューションを 756×756 に変更しています。これが今回の学習のパラメーターです。服装に柔軟性があるかどうかを調べるためにプロンプトにサンドレスを追加しています。サンドレスは肩が出ている夏のワンピースですね。それでは画像を見ながら比較していきましょう。まずは10枚セットでの比較です。ステップ500。学習が完全に不足していますね。そうですね、エルフになっていませんね。ステップ1000。ヒッツになってきましたね。服装もサマードレスでバランスの良さそうな画像ですね。サングラスの形は少し違いますね。右の画像は男の子も女の子も2人ともフィッツですね。ステップ2000。顔はしっかり学習できていますね。服装は学習元の画像に少し引っ張られるようになってきましたね。やっぱりサングラスの形は少し違いますね。ステップ3000。サングラスの形以外はしっかりフィッツですね。アホ毛もちゃんとあります。ステップ4000。ステップ3000とあまり変わらないですね。そうですね、違いがわからないですね。ステップ5000。サングラスがフィッツになってきました。ただ同じような姿勢になってきてやや過学習かもしれませんね。ステップ6000。ステップ5000とあまり変わりありませんね。そうですね、これ以上学習しても良い結果は得られそうにないですね。ただ画像がガタガタするほどの過学習にはならなかったですね。次に20枚のセットでも見てみましょう。ステップ500。これは完全に学習不足です。ステップ1000。ヒッツになってきました。サングラスをかけていない子がいますね。左の子がちょっと色黒な感じで気になります。でも可愛いですね。ステップ2000。程よく学習されていますね。サングラスの形以外はとても良いですね。服装も柔軟性がありそうですね。ステップ3000。ステップ2000との違いが分かりにくいですね。そうですね、こちらもなかなか良さそうですね。ステップ4000。あまり変わりませんね。ステップ5000。これも同じような感じですね。そうですね、結構バランスの良い画像が得られているような気がします。ステップ6000。ステップ5000とかなり近い画像になりましたね。そうですね、ただ真ん中のこの髪の毛の色が水色になりましたね。ステップを増やしたのに不思議ですね。ステップ2000以降はステップを増やした効果が分かりにくかったですね。どうだったでしょうか。ステップ数2000から6000までそれほど明白な変化がなかったように思えます。サングラスの形はステップ数が上がると良くなっていましたが、それ以外は変化があまり分かりませんでした。あと画像を加工して20枚に増やしたセットと背景を白にしただけの10枚のセットで違いがあったでしょうか。よく分かりませんでしたね。学習した画像枚数の違いを画像を並べてもう一度比較しましょう。ステップごとにシード値3000の画像を少し拡大して比較していますが、はっきりした違いは出ませんでしたね。画像を増やした方がやっぱり画像が少し綺麗なような気がしますよ。もう少しはっきり違いが出て欲しかったのですが、でもやっぱりほんの少し画像を増やした方が良い画像でしょうか。では次に DIM や α による画像の違いも見ていきましょう。デフォルトの DIM8 と α1 では若干学習不足だったステップ1000で比較していきます。画像20枚セットで比較していきますね。やっぱり DIM や α を増やすと学習が強くなるのですかね。どうでしょうね。早速見ていきましょう。 DIM64 α1。 あれ、学習が弱まってませんか。そうですね、エルフじゃなくなっちゃいましたね。 DIM128 α1。 あれ、やっぱりフィッツじゃなくてただの可愛い子ですね。 DIM256 α1。 わあ、とうとう髪の毛の色も変わってしまいましたよ。そうですね、驚きましたが、アルファを1に固定したままで
リムを増やすと学習が弱まることが分かりました。今まで思っていたことが真逆でしたね。そうですね、びっくりしました。次にリムとアルファの比率を8対1に保った状態でリムを増やしていきましょう。リム64、アルファ8。髪の毛がないか変ですよ。たまたまですかね。リム128、アルファ16。おお、一気にフィッツになってきましたね。サングラスの形も良いですね。サンドレスがなくなりましたね。リム256、アルファ64。完全にフィッツですね。そうですね、ただ服装などを見るとやや科学習になっている印象ですね。リム128からは科学習気味だったので、リム64でアルファをもう少し調節してみましょう。リム64、アルファ16。サングラスも服も完璧ですね。そうですね、かなり良いローラかもしれませんね。リム64、アルファ32。これもかなり良いですね。はい、バランスが良さそうですね。リム64、アルファ64。少し科学習気味でしょうか。そうですね、他にもいろいろなパターンを試してみましたが、リムやアルファを変化させることでステップ線でも良いローラを作ることができそうですね。選べる項目が多すぎて頭がパンクしそうですね。そうですね、パラメーターが多いですし、生成される画像もその都度違うので比較は難しいですね。ただステップ数が多くなればトレーニング時間が多くかかります。今回の検証ではステップ数が倍になれば時間が倍かかりました。一方リムやアルファを多くしてもほとんど学習時間に変化はありませんでしたので、時間効率を考えるとある程度リムとアルファを増やしてステップ数を少なくした方が良いかもしれませんね。リムだけ大きくすると学習効率が低下するので、逆にステップを増やしてリムを大きくすることで何らかの特徴のあるローラを作れるかもしれませんね。うまくローラが作れない時の一つの手として考えても良さそうですね。マシンパワーがある人や時間がある人は試してみても良いかもしれませんね。本日の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。